ディミトロブグラードはセルビア、ピロト軍の街とそれを中心とした基礎自治体。1991年の時点で自治体の人口は13,488人であった。セルビア語による公式の故障はディミトロブグラードであるがブルガリア語での故障、ザリブロとはセルビア語でもそのまま用いられることもある。ブルガリア語では概ね、 サリブロトの呼称が好まれる。日本語表記としては、ディミトルフグラード、ディミトルフグラート、ディミトロブグラート、ディミトロブグラート、ディミトロブグラード、ディミトロブグラット、ディミトロブグラット、チャーリブロド、チャリブロド、チャリブロットなどの表記もあり得る。その呼称は、ブルガリアの共産主義の指導者ゲオルギ・ディミトロフに由来している。古くからの呼称である、 ザリブロ等を復活させる試みは何度かにわたってあった。ものの2004年7月13日に行われた住民投票は投票率が低かったために無効となっている。この時50%の投票率が必要であったが9811人の有権者のうち投票したのは47.8%に過ぎなかった。投票のうち百八十六票は 現行故障、ディミトルフグラードの維持に投票し、ザリブロトへの解消を求める票は1786票であった1991年の国勢調査によると、自治体で絶対多数を占めるのは、ブルガリア人であった。2002年の国勢調査では、自治体は絶対多数のない多民族根獣となっており、ブルガリア人が比較多数であった。2002年の国勢調査によると、 自治体の人口は1万1748人であり、その民族別の内訳は以下の通りである。ブルガリア政府によって1892年に建てられた精神女制度ユーゴスラビア王国は、1919年11月27日に調印されたヌイー条約によって、ブルガリア王国からブルガリア西部の領土を獲得した。 1920年から1941年まで、この地方の人々はブルガリア語での教育は、教会での儀礼を受ける機会を奪われていた。住民は、ユーゴスラビア王国の当局によって、セルビア人であるとされ、名前をブルガリア風からセルビア風に変えさせられるなどの、セルビア化政策が取られた。 この地方の人々の民族的権利を守り、この地方をブルガリア領に服することを目的として、内部政法師地革命組織が武力闘争を展開した。セルビアの政府はこれらの地域を顧り見ず、開発は遅れ、失業率の高い状態が続いた。生活水準は低く、多くの住民がこの地域からの移住を選んだ。第二次世界大戦に続いて、 社会主義体制のユーゴスラビアが誕生すると、地域のブルガリア人の民族的権利は改善された。1951年、ブルガリアの共産主義指導者の名を取って、ディミトロブグラードに解消された。ディミトロブグラードは、以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。